Halo semuanya, jumpa lagi dengan Ebobo Gaming. Video ini merupakan bagian ke-6 dari cerita Yakuza Kiwami. Bagi yang belum menonton video sebelumnya, linknya ada di deskripsi. Di bagian sebelumnya diceritakan bahwa terdapat organisasi misterius selain Yakuza yang ikut mengincar Haruka. Dan di akhir cerita diceritakan bahwa Kazuma akan bertemu dengan Nishikiyama di Serena. Bagaimanakah pertemuan antara Kazuma dan Nishikiyama ini nantinya? Langsung disimak saja kelanjutan ceritanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat menonton! Date-san. Sudo?ここはセラの殺害現場です。四課の伊達さんが何か。そうだな。邪魔したな。10年前のあなたは、私にとって目標だった。的確な捜査、周到な計画、そして事件への執着心。どれをとっても刑事として一流だった。それが今、あなたの行動が理解できません。何が言いたい?私はあなたとあなたの協力者を監視しています。これは忠告ですよ、先輩。須藤、お前に真実は捕まえられしない。 Sebelum bertemu dengan Nishikiyama, Kazuma memutuskan untuk mengajak Haruka berjalan-jalan hingga akhirnya mereka menemukan tempat perjudian tersembunyi.勝負。国の藩。お客さん、子連れかい。社会勉強さ。迷惑か。別に。ただここには子供料金なんてありませんぜ。入ります。さあ、はったはった。ちょ一斉のいい子だ。ちょ、setelah Kazuma dan Haruka beberapa kali memenangkan taruhan、ちょっと駐座させていただきます。すぐ戻りますんで。楽勝だね、おじさん。なんか私才能あるかも。そうだな。私のおかげで勝ったんだからね。何かおごってよ。ああ。いや、お待たせしました。年のせいか小便が近いもんで。さあ、続いてまいりましょう。入ります。勝負。次はね、merasa sudah cukup bermainnya, Kazuma memutuskan untuk keluar. Osuari itadakimashou ka, okyakujin. Kiyasuku sawaruna. Nani shiyagaru? Nani yatten da, kore? Jamasun janai yo. Jamashita na. Machiyagare. Oji-san. Oi.あれ、なんだおりゃ。ずいぶん変わったサイコロだな。イカ様じゃねえか。どうなってんだこれ。ふざけやがって。おい、出てこい。イカ様だ。つまみだぜ。Pertarungan ini pun dimenangkan oleh Kazuma. ちょっと待った。もう勘弁してくれ。さまあ、やらかしたツボ振りのけじめ。どこでも相場が決まってるもんだ。いや、でもそれは。お客人、大変失礼いたしました。
手前ここの仕切りをやらせていただいております。この壺振りは流れ物でして、どう知らぬこととはいえお詫びの言葉もございません。この落とし前はきっちりつけさせていただきますので。そんなこの後始末手前どもにお任せいただけませんでしょうか。もちろんただでとは申しません。俺たちも帰るとこだ。あとはあんたに任せるさ。ご理解いただきありがとうございます。今後ともごひいきに。Setelah berkeliling dengan Haruka, tibalah waktunya Kazuma untuk bertemu dengan Nishikiyama. Kiryu, suru-suru jikan da. Haa. 10 年前と今の Nishikiyama は別人だぜ。何仕掛けてくるかわからねえぞ。はあ、Haruka を頼む。わかってる。10年ぶりの親友と飲んでくるよ。少し遅くなるかもしれない。うん。気をつけてね、おじさん。レーナ、お前なんでここに。これから錦が来るんだぞ。だからよ、あなたたち殺し合いでもするんじゃないかと思って。レーナ、錦、久しぶりだな、兄弟。レーナ、酒を。うん。10年ぶりだ、お前とこうして飲むのも。ああ、面会にも行かなくて悪かった。俺もいろいろ忙しくてな。そうだろうな。俺はどうしても100億を手に入れたい。お前が連れているガキとペンダントを渡せ。その前に答えろ。なぜ水木を殺した。殺す気はなかったんだ。ユミの妹を殺すつもりなんかな。あ、親父。何やってんだお前ら。すみません、この女結局口を割りませんでした。誰が殺せと言った。え、あ、お親父。待ってください。ユミの妹なんだぞ。誰が殺せと言った。誰が殺せと言った。親父、あとはきっちり片付けておきますから。10年間俺はユミの行方を追い続けた。ユミの妹がセレナで働いていると知り、俺はずっと彼女をマークしてたんだよ。いつかそこにユミが現れるんじゃないかってな。ハルカのこともそれで知ったのか。巡り合わせだよな。あの娘はひまわりにいたんだ。俺たちが育ったあの孤児院にな。水木はその後アレスを持ち、そして姿を消した。ひまわりにいた娘も。そして登場会の100億が抜かれる。だがな。それは。そうだ、ユミの指輪だよ。こいつが現場で見つかったんだ。ユミはいる。近くに。必ずな。キリュウ、これは登場界の戦争だ。お前一人でどうなるもんでもない。悪いようにはしねえ。ペンダントを渡してくれ。あれはハルカにとって唯一残された母親とのつながりだ。お前らの戦争なんて関係ねえ。変わらねえな。だからユミもお前に惹かれたんだろう。
みんなお前の味方をする。昔からな。お前、俺のことを憎んでいるのか。わからねえ。だが結局俺はお前を裏切った。風間の親父もな。もう後戻りはできねえ。まさか風間の親さんを撃ったのは。なあ、さすがにあん時手が震えた。やめてよ二人とも。なんでだ、おやっさんに世話になった恩はねえのか。まだくたばっちゃねえだろう。それに今はシンジも一緒だしな。おやっさん、着きました。お前、シンジを盗聴して。10年前のあの日から俺は誰も信じちゃいない。俺は俺のやり方で登場界のトップに立つ。どうしても水木の娘よこさねえなら、お前でも容赦はしない。好きにしろ。だが遥を渡さねえ。お前の道具になんかさせやしねえ。今さらだが、お前とはもう一度一緒にやりたかった。だがもう今日限り兄弟じゃねえ。なんでこんなことになっちゃったの、ね、なんで。親父、手はず通りで。なあ、やってくれ。はい。久しぶりです、桐生のおじき。親父の命令です。恨まんでください。やれ。pertarungan ini pun dimenangkan oleh Kazuma. Kilas balik lagi menceritakan kehidupan Nishikiyama saat Kazuma di penjara. Sorry, Shimasio, Umi-chan. Hora, kyou no kasegi da.ご苦労だった。おいおい、もっと感謝してみせろよ。今日の分だけであんたの欲しがってた金額はクリアできてんだぜ。そうか、恩に着る。そうそう、初めからそう言えよ。ま、今日はでかい取り立てが久々にできたんだ。組長さん、あんたラッキーだぜ。ま、借金まみれでギャンブル狂いの医者にも感謝した方がいいな。医者？でもあの野郎も急に金ができたから返済するとか抜かしやがって、一体何やらかしたんだろうな。そいつからいくら切り取ったんだ。3000万だ。親の遺産でも入ったのかね。おい、何なんだ。3000万用意できますか。
ジャロ、どこに行きがった？私たちナースも困ってるんです。さっき急に院長に辞表を渡したとかで、逃げるように出て行ったっきり連絡もつかなくて。あの、何かあったんですか？クソみてえなやつにも頭下げて、死ぬ気で金を用意したってのに、今までの時間は一体何だったんだ。もう優子には時間がねえってのに。なんだ？え？何があった？いや、なんか爆発事故とかで。おい、あんた！ハルカ！キリュウ。だってさ、ハルカは。すまん。奴らまさかここまで派手にやってくれるとは。何があったんだ？ハルカはどうした？ほんの1時間くらい前だ。ハルカ、何してるんだ？私やっぱりここにいちゃいけない気がする。え？私キリュウのおじさんのこと好きだけど、私がここにいるとおじさんに迷惑がかかっちゃう。何度も危ない目に遭っちゃう。はるか、だから私はいなくなった方がいいの。お母さんももういないし、本当はもっとおじさんたちと一緒にいたかったけど。ハルカ！すまねえ、キリュウ。奴らギャングの連中だ。ハルカをさらっていきやがった。ギャング？この町のグレン隊だ。ヤクザのヤバい仕事なんかを引き受けてる。赤、白、青の3つに分かれてるんだが、まとめて襲ってきやがった。ハルカさらったのは何色なんだ？河原のシステムがダウンしちまってる。分からねえんだ。なら、しらみつぶしにするしかねえな。俺は署で情報を集めてくる。ハルカの居場所が分かるかもしれん。分かった。Dimulailah misi perburuan Kazuma terhadap para geng yang ada di kota. Dimulai dari geng biru yang mengatakan bahwa mereka sama sekali tidak menculik anak kecil saat melakukan penyerangan di Purgatory. Setelah dari geng biru, Kazuma pun menuju ke geng putih. なんだてめえは。ハルカはどこだ？あ？おっさん、わけわかんねえこと言ってんじゃねえぞ、おら。やんのか、こら。ふざけんな、親父。やろ、舐めやがって。おい、この親父、ぶっ殺しまえ。
Pertarungan ini pun dimenangkan oleh Kazuma. Oi, Haruka wo doushita? Doko ni atta? Shirimasen. Orera wa Bloody Eye no renchuu ni sasowareta dake de. Bloody Eye? Akai jaaju no renchuu desu. Aitsura ni kiite kudasai. Doko ni iru? Gekishou mae no hiroba ni Debora っていうクラブが、そこが奴らの、たまり場っす。キリュウだ。伊達だ。警察におかしな動きがある。本庁の捜査一課に、ハルカの捜査依頼があったらしい。一課に、どういうことだ。詳しいことはわからん。ただ、ハルカは誘拐の被害者ってことになってる。東上会とは別の組織が動き出したんだろう。キリュウ、奴らより先にハルカを抑えるんだ。急げ。分かってる。てめえ、こんなことしてただで済むと思ってんのか？ハルカを返せ。さもなきゃ。お前ら、皆殺しだ。兄貴、面白いぜ、こいつ。やれるもんなら、やってもらおうじゃねえかよ。Pertarungan ini pun dimenangkan oleh Kazuma。てめえ、こんなことして、死んだも同じだぞ。ハルカはどこにあった？知らねえよ、そんなもん。待って、どこだ、ハルカはどこだ。俺らは金で雇われただけなんです。雇い主は誰に雇われた？なんかのです。子供は地下街のラウさんのところに。ラウカーロン。ラウさん、これは先ほどの祝杯に薬を入れました。キリュウさん、ダジマ組の皆さんは我々と対等のつもりなのですか？何？偽造パスポートに2000万？我々に敬意を払っていないからそんなことが言えるのです。だから我々は敬意を勝ち取るように努力します。キリュウさんにご協力いただいてね。あなたの死に方がむごいほど何よりのメッセージになるのです。では。遅くなったな、カズマ。おやす、足が。何？お前のためなら、足の一本や二本。すんません。長居は無用だ。すぐに安全な場所に連れてってやるからな。奴が
ハルカを。そうか、ガキを奪ったか。いい、今中華街の本部に監禁してます。これで例のお約束守っていただけるんですよね。おう、お宅のジャカには30で文句ないやろ。 30? じゃあ島野さんは70ってことですか。いや、うちは50や。なら残りの20億は。おう、来たか。なら紹介するわ。これが五代目近江連合の寺田いう男や。以後お見知りおきを。錦山のアホからガキの情報を持ってきたんがこの寺田や。残りの20はこいつんところや。そうでしたか。それはそれは。錦山のガキや、まだまだ極道の怖さ知らんで、年が20も下のガキに出し抜かれるかっちゅんじゃ。ラウカーロンか。ジャカまで絡んでくるとはな。はあ、大丈夫だキリュウ。ペンダントはともかく、連中がハルカをどうこうする理由はねえはずだ。伊達さん、ハルカは見たこともねえ母親探しにたった一人であの町に乗り込んできた。9歳の女の子がだ。ただ母親に会いたい、その一心でな。ああ、ハルカが俺から離れようとしたって聞いた時、俺は10年前のことを思い出した。何より大事なものを守りたい一心で、自分のしたことを信じてた時の気持ちを。今思えば俺は逃げたのかもしれないとも思う。その人間が背負うべき運命を見てられなくて、それを見届ける勇気がなくて、俺は奴の人生を無理やり曲げちまったんだと。だが心のどこかではこうも思うんだ。運命に逆らった自分は正しかったはずだ。大事なもん守るために必死になった人間はどんな壁だって乗り越えられるはずなんだってな。水木が死んで、遥はあの小さい体で必死に歯食いしばってる。あいつが運命と戦うなら、俺はあいつのために命張ってやろうと思うんだ。Baiklah, berhubung sudah 30 menit, kita sudahi dulu sampai di sini. Sedikit rangkuman pada bagian ke-6 ini. Pada video ini diperlihatkan setelah 10 tahun lamanya akhirnya Kazuma dan Nishikiyama bertemu. Pada pertemuan itu, Nishikiyama meminta Kazuma untuk menyerahkan liontinnya Haruka kepadanya. Karena Kazuma tidak mau menyerahkannya, akhirnya Nishikiyama mencoba merebutnya dengan cara kekerasan. Saat pertemuan itu sedang berlangsung, rupanya Purgatory saat itu diserang oleh kumpulan geng kota atas perintah Yakuza dengan maksud untuk menculik Haruka. Setelah ditelusuri, rupanya yang menyewa kumpulan geng kota tersebut adalah Lau Kalong. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Mengingat masa lalunya Kazuma dahulu pernah ditawan dan disiksa oleh Lau Kalong, bisakah dia menyelamatkan Haruka? Nantikan kelanjutan ceritanya di cerita Yakuza Kiwami bagian ke-7. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kelanjutan ceritanya. Terima kasih sudah menonton. Dadah.